こんにちは、アイラです。超新星爆発を起こした恒星はその後100日間ほどで輝きを失うと言われています。しかし2014年に超新星爆発後、なんと600日もの長い間輝き続けた恒星が見つかったそうなのです。これは観測史上初のことだったそう。なぜそのような現象が起こったのか気になりますね。今回はゾンビのようによみがえる IPTF-14HLS の謎に迫ってみましょう。 IPTF-14HLS とは、 IPTF-14HLS は5億光年ほど先の大熊座方向で発見されました。大きさが太陽の50倍以上もある大きな超新星です。超新星爆発した直後の調査では、この明るさが続くのはおよそ100日ほどだと考えられていました。しかしその後も観測を続けた結果、この星は100日過ぎても暗くなる気配を見せず、明滅を繰り返しながら600日も輝き続けたというのです。しかも驚くことに、この星は1954年にも超新星爆発を起こしていたことが判明したのです。60年前に一度死んだはずなのに再び復活したということなのです。このことからこの星はゾンビ星とも呼ばれています。不安定な超新星。一般的に超新星爆発は星の死を意味すると考えられています。しかしこの IPTF-14HLS の発見により、その認識に疑念が生じました。この星について研究するカリフォルニア大学の天文学者イアー・アーカビー博士は、星の爆発について研究をしてきた中で最大の謎に突き当たったと語っています。それはこの星の巨大な質量に原因があるようだと研究者らは考えているようです。先ほどこの星の大きさは太陽の5倍以上だと言いましたが、その質量はなんと太陽の50倍以上にもなるのだそうです。これほど質量の大きな恒星の超新星爆発はこれまで観測されていなかったそうで、そのためこれまでの超新星爆発のモデルには当てはまらなかったのではないかと研究者たちは考えているのです。ただこういった現象は太陽の130倍以上、250倍以内の質量を持つ恒星で起こると考えられている。脈動性対不安定型超新星として一応予見はされていたそう。しかし実際に観測されたことはなく、今回が初の観測だったのかもしれないということです。一般的な超新星爆発は、では脈動性不安定型超新星と普通の超新星はどこが異なるのでしょうか。一般的な超新星爆発は大きく2つのパターンに分かれます。一つは1型超新星と呼ばれるもので、質量の比較的小さな恒星の爆発です。この時水素の吸収スペクトルは見られず、星は粉々になってしまいます。一方2型超新星は質量の大きな恒星の爆発で水素の吸収スペクトルが見られます。星は爆発により重力崩壊を起こし、100日間ほど輝いた後、中性子星かブラックホールへと姿を変えます。IPTF-14HLS の場合は質量がかなり大きかったため2型超新星だと考えられていたのです。 IPTF-14HLS はどうして死なないの？では IPTF-14HLS はどうして死なずにゾンビのように蘇ったのでしょうか。カリフォルニア大学のダニエル・カセン准教授はこれについて、この星は巨大な質量を持っているために星の核の中で暗物質が形成されたのかもしれないと語りました。それにより恒星が不安定な状態となり、何年もの間明るい爆発を繰り返したのではないかというのです。 IPTF-14HLS は今後もブラックホールになるまで何度も超新星爆発を起こす可能性があるのだそうです。ただし IPTF-14HLS は脈動性対不安定型超新星に完全に一致しているわけではなく、全く予想外の超新星である可能性もあるのだそう。研究者たちはこの星の解明のために IPTF-14HLS と同じようなゾンビ星が再び現れることを願っているそうです。
IPTF-1ON-HLS のような星は初期の宇宙には存在したと考えられていましたが、すでに絶滅したとされていたようです。そのためこの星を発見した時は、まるで現在の世界に恐竜を発見したかのような驚きだったといいます。今後新たなゾンビ星は現れるのでしょうか。もしかしたらゾンビ星よりももっと珍しい星が現れ、さらに私たちの常識が覆されるかもしれませんよ。皆さんは常識を覆されたという経験がありますか？もしあるという方はコメント欄でぜひ教えてくださいね。今回は常識を覆す不思議な惑星の動画を3本ご用意しました。まだ常識を覆されたことがないという方は概要欄からチェックお願いします。それでは今回の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。皆さんの応援が励みになります。